またど、どか、荒すぎ。なんせやんな。岩山登山は厳しいよ。準備はしっかりやってこうね。ちょっと回していい？どっから入る？やっべぇ。毒の回復買いに行った方がいいかな。パーシャーボトル。やべ、バックアタックかな。やべ、違う、やばくない？やべ。怒られた。
しかもまた律儀にやれなよな。うえ、リンゴ取れんかなって思ったけど。じゃあ行くよ。ラララン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 。うまいうまい、素敵なダンスだね。あんたよくそんなに踊れるな。じゃあ次は俺が歌おっかな。うんぬぬぬん。どうした、踊らないのか。何それ、メロディーは音楽にしか反応しないよ。すごい。Thank you.
ああ、なるほど、わかった。やっぱそういうことやったやな。また武器ばっかし手に入るな。やらんでいいんじゃねえか。あ、もういいわ、もう行こう。誰you
誰もいないみたいだぜ。おーい、キール、何度来ても無駄さ。症例場の変異はグロビュール Y 極のエネルギー蓄積を支持し続けるばかりさ。まだオルバース爆動がドカターク効果と無関係だと言い張るつもりなら、症例学を基礎から勉強し直した方がいいな。キール、ミンツ隊の関係者じゃないのか。私だよ、ファラエルステッド。幼馴染のファラだよ。久しぶりだね。元気だった？だよ。ファラか。ずいぶん大きくなっちゃって、一瞬誰だかわからなかったよ。10年ぶりなんだ。変わってなかったら怖いだろう。そっちはリッドか。いや、わーい、久しぶりに幼馴染が揃ったね。バルルヤーユアルトゥーンバエヌンディゼヌディユバディード。なんだこいつ。メルディって言うんだ。キールに会いに来たのはこの子を助けたくて。メルニクス語しか通じねえんだ。なんとかしてくれねえか。メルニクス語だと？こいつ何者なんだよ。それがわからねえからここに来たんだろ。メルニクス語か。よし、になったよね。私も幼馴染としてなんか鼻が高いな。ねえリッド、ソーマン、早いとこ追いかけようぜ。うん、そうだね。宝箱めっちゃ5つもある。やばい、ガルチューされる。
や、宝箱、宝箱。あれはいいよ。通路ぐらいあるかな、思ったけどなかった。あっこか。あんま回復せないな。レベルアップしたのに HP 回復しねえ。ちょっと、なんだ、もう音を上げんのか。相変わらずひ弱なやつだな。うるさい、最近寝不足だったんだ。まだ先は長いんだし、ここでキャンプしてこっか。エリアウティリンド、プレイヤーがしたな。キール、そんな言い方しなくても。得体の知れないやつだ。用心するに越したことない。ま、使えそうだから何としてでも意思疎通はしたいがな。使える？国体の危険性を証明する証拠さえつかめれば僕は大学に戻れる。いや、それどころか最高学府王立天文台に招かれるかもしれない。嫌に協力的だと思ってたら目的は自分の地位か。とんだ野心家になったもんだ。違う、僕は真実を探求したいだけだ。そのためには最高の環境が必要なんだよ。ディアウスウスクレメルワーゴン、触るな。うん、
それってクレーメル刑事か。お前も持ってるんだな。バカにするなよ。僕は光症例学の学士だぞ。そこらの自己流症例術師と一緒にするな。グロビュール歪曲やカロリック流動の基本原理から応用症例学に至るまで。わかったわかった、おめえはすげえよ。いけるいける。おい、うそ。まあ正直ないか。地下に出るやめてほしい。ライトニングとウィンドウ、アンカーじゃないわ。それは戦闘機やな。伸びが悪いな。
まだ大丈夫に決まってるさ。体は大きくなったし、難しいこと言うようになったけど、根本的なところってやっぱり変わってないもんだね。ああ、確かに昔見た光景とそっくりだ。ああ、ビアが。さすがにもう泣かなくなったみたいだけどね。キール！無論だ。可愛げはなくなったみたいだな。うわー、麻痺するやつや。やっぱ何回かこれ
三連もっち、やっぱやらんとまずいんかな。何するつもりだ。え、干し肉を作るんだよ。エッグベアの肉って乾燥させると長持ちしてうまい非常食になるんだぜ。同意しかねるな。エッグベアの肉は時間が経つと変質し栄養素も失われてしまう。保存食には向かないね。なんだよキール、食ったことあんのかよ。食べなくてもわかるさ。レオナー百科全書の第3巻21章に詳しく書いてある。本になんて書いてあろうと俺はいつも食ってんだ。絶対間違いねえ。まあまあまあいいじゃない。どっちでも食べたい人が食べればさ。キール、お前には絶対分けてやんねえからな。ああ遠慮しておくよ。男の子ってやつは。こまめにセーブポイントがあるな。借りにく
さりするな。さすがプレステのゲーム。連客かな。こういうルールと出しか。もうちょっと買ってこうかな。肉鍋の
な餌あるか。ああそんな金ないかね。ね、イヤリングあるよ。オリジナルの動きが。緑のやつがいない。
ナイスサーベイ。さっきバトラックス手に入れたのに。ねえリッド、道場に通う気はないの？せっかくフランコ師範が認めてくれたんだし。通わねえよ。俺はその日分の獲物が取れれば十分って言うんでしょ。分かってる。でもなんかもったいないな。リッドならきっと剣で身を立てて。ほっとけよ、俺の勝手だ。羨ましいんだよ。私一生懸命道場通ったけど結局リッドにかなわないんだもん。俺だって羨ましいぜ。どんなに練習したってファラみたいにうまいオムレツは作れねえからな。オムレツね。状態以上パナシアボトルだけでいいからだけ。
にかく助けなきゃ。メルディ、ウィッキーがいなくなったことを気づいてあげられなくて。お前分かってんのか？モンスターってのは凶暴なんだ。僕たちにまで危険が及ぶんだ。集団で行動する以上は勝手な振る舞いは慎めよ。いいな。もういいじゃない。ほら、無事だったんだし。とにかく今後は。ハイナ、クイッキー、メルディ助けられた。ありがとな。礼なんていいよ。じゃあマゼット博士ん家に戻るとすっか。ハイナ、リッド。なんだよ。ピアスはつけてこなかったのか。つけてるぜ。ずるだ。美しい。なあ、もう触んなよ。くすぐったいだろ。メルディおそろい。ああ、そうだよ。これは俺たちが会話するためにつけてるわけ。いっと鈍いやつ。え、メルディと喋ってる？ふわえー！
あ、よかったよかった。いやアイテム回復アイテムいっぱい使った。あ、レベル差が開いた。技の途中で止まらんからいいわ。教えてくれ、お前は本当にセレスティアから来たのか？そうだよ。そうだよ。何か証拠を見せてみろ。バーティ、証拠って何？だったら世界に危険なことが起ころうとしてるのは本当か？セレスティアってどういう技術があるんだ？お前の額についてる石は一体何なんだ？セレスティア人はみんな石がついてるのか？どうした？ピッチ。キル・ランボー！どっちが乱暴なんだよ。まあまあ落ち着いていきましょう。ねえメルディ、あなたがインフェリアに来た理由を教えてくれる？はいな。メルディ、グランドフォール止めたいよ。手伝ってほしい。グランドフォール？レオノア百科全書にも載っていない言葉だな。グランドフォール、セレスティアとインフェリアがキュッてくっついてドカーン。インフェリアとセレスティアが衝突するのか？ディエディウスティウガリー、ハイナー、このままだと衝突が危険なの。そんな。あそことここがぶつかる？マジかよ。どうなんだよ、俺たちみんなぺっちゃんこか？
ぜ均衡が崩れる。グロビュール歪曲は症例圧が強制的に高められたことによる副作用に過ぎないということか。いや、それとも逆で、カロリック流動による局地的な症例場の応力がオルバース界面にドカターク作用をもたらすと。メルディ、あなたがインフェリアに来たってことはグランドフォールを防ぐ方法を知ってるのね。ハイナ、インフェリアが大症例集める。そうすればブツカルが止まるよ。大症例と契約するってことか。バカ言え、無理に決まってる。症例は人間とは違う世界に生きてんだ。ましてや大症例、会えることも稀なのに契約なんて不可能だよ。アバナリバエノンディエオスご安心。セレスティアン・クレーメル刑事、ここを大症例入れてね。セレスティア製のクレーメル刑事は大症例を捕獲できるのか。うん、クレーメル刑事はインフェリアと同じ働き、パラソルが違う。これあれば大症例クレーメル刑事入れられる。ならこれを使えば僕のクレーメル刑事にも。はいな、大症例入るよ。つまり私たちが世界を救えるんだね。はいな、英雄になれるかもしれないんだ。いけるいける。キール、こいつらの妄想を止めてくれよ。今の時代にその言葉はやばいよ。大症例の居場所についてマゼット博士に聞いてみよう。おい、まさか大症例を探すのか。大症例と会うことができればグランドフォールの真偽は明らかになる。大症例は決して嘘を言わないからな。いや、俺は知らんよって言いづらくなった。キール、メルディの協力、協力するのか。なあ、言っておくが、僕はお前の言ってることを鵜呑みにしたわけじゃないからな。あくまでも真実の追求のためだ。素直じゃないな。さあ、私たちも行こう。
なんか動きが鈍いな。まずシルフかな。ウンディーネか。インフェリマップ。ああ、よかった。解毒庫。ちゃんと重要なことは黄色で書いてくれたもんね。優しいな。やれるか。
だるしかも宿屋まで遠いんな。何があるかだけちょっと見てから行こうか。ないぞ、あれだ、これか。みんな、行くよ、ふん、はっ、火山岩、ふん、はっ、みんな、火山岩、はっ、はっ、俺は判断、はっ、はっ、みんな、行くよ。今のままボス戦っても勝てそうに気がしねえわ。みんな、行くよ。
枠なんかなかったもん。やったダメだ。
ライフボトルいっぱい買っていこう。ファイターが持っとるパンとか嫌やな。
おー危なかった。ミス。よくぞここまで。クソ。よくぞここまでたどり着きましたね。これってひょっとして、人間を見るのは久しぶりです。大将令ウンディーネ。大将令ウンディーネ、成長なる流れを司りし者よ。この土地に足を踏み入れたことをどうか許していただきたい。大将令ウンディーネよ、教えてくれ。この世界にグランドフォールが訪れているのは事実なのか。大将令たるこの私が何の意味もなく人間と言葉を交わすなど、よもや思ってはいないでしょうね。それではやはり。おいら伺いましょう、あなた方の望みを。ここ入ってほしいよ。世界を救うにはあなたたち大将令の力が必要らしいの。協力してもらえませんか。これが失礼な願いであることは分かっているつもりだ。しかし他に方法がないんだ。それでは
あなた方の気持ちを行動で示していただくことにいたしましょう。ここは精霊たちが眠る場所です。かっ、キル、ウンディーネと戦うったって、相手は大精霊だぞ。勝てんのかよ。ウンディーネは僕たちの力を見たがっているんだ。大切なのは全力を尽くすことさ。うん、何でもやればなんとかなるもんだって。いけるいける。もう今の時代そのいけるいけるっていうのに絶対やばいよな。あれ使うなにしとるのに勝手に使わんかった。さっきアクセスの セーブした？俺。おお、1位だ。
やばい。
ウィントカッター、アイスピーガン、ウィントカッター、やばい。おお、倒した。うわ、ギリギリ。
マジンソーファさんってどうやったかな。ナキル、大将霊って全部で何種類いるんだ？知らねえよ。正確にはわからん。だが、一般的には4種類いると言われている。水、火、風。以上3つの根源将霊と、それらを統括する光の将霊だ。へえ。で、ウンディーネ以外の大将霊はどこにいるんだ？ウンディーネは教えてくれなかったね。大将霊と人間とでは存在する次元が異なるんだ。人間の前に姿を現してくれただけでもすごいことなんだぞ。そっか、そうだよね。キールのグラフィックあれやな、なんかあの、かわいいな。なあ、これからのことなんだけどさ、インフェリアを目指そうぜ。インフェリアって王様のお城に行くってこと？なあ、すべての大将霊を集めるなんてもう俺たちの能力を超えてるぜ。俺たちはグランドホールについて王様に話すだけで十分だ。違うか？でも私たちにだってウンディーネと契約することはできたよ。まあウンディーネ捕まえとるよう言うたら王様喜ぶよ。たまたまうまくいっただけさ。何かあってからじゃ遅いんだ。身の程わきまえろよ。確かに国の一大事は王に報告する義務があるな。キール、軍資金もらえる。大体王の許可も取らずにあちこちで大将霊探しをやってみろ。いらぬ嫌疑をかけられないとも限らないぞ。うん、そっか、決まりだな。次の目的地は王とインフェリアだ。大将霊は？心配すんな。王様がグランドフォールのことを知ったら、軍隊を総動員してあっという間に全部の大将霊を見つけてくれるぜ。メルディ、私たちの王様を信じてね。
あ、橋渡ったところね。オッケーオッケー。あ、なんかタリスマンとか出入りするの。
談すんなよ。いやー、やっぱ限界あるんかな。よし、ということでここで終わりにしよう。